とか、ご主人ここにサインを。ここね。はい。自分の名前が書いてある。はい、お願いします。はい、南光節です。人間から人間、人間は人間になるために生まれてきてるような気がします。人間は人間になるために生まれてきてるんです。はい、そうですね。人間っていうそのものの中に、はい、宇宙から、はい、あるいは神様から、はい、すごい理想とする情報がすべてさっき言いましたけど入ってる。この DNA の中に、うん、でそれに人間はなっていくんですよ、はい、なる努力をする人間には例えば、はい、じゃあ、街を歩いてる時に、はい、誰か転んじゃった時に、はい、そのまま無視して歩いていくんじゃなくて大丈夫ってそれが人間でしょ、はいはい、あ、大丈夫って、ね、うん、大丈夫、つい私も単なるおせっかいなのですぐやっぱり心配になって、うん、それが人間ですよね。そういうことですよね。人間になる。